さんこんにちは、森谷ドラムスクールの森谷です、本日はですね、フィルになかなか手が出しにくいってね、こう悩んでる生徒さんとか、まあ、そういうお悩みを聞くことがあったりとかするんですが、フィルになかなか手が出にくい原因と解決するための、まあ、練習方法っていうのを今回はご紹介させていただきたいなと思います。フィルになかなか手が出にくい原因って何かというと、まあ、その原因の、まあ、うちの一つであるんですが、ポジションなんですよね。まあ、それが一体どういうことかというと、例えばスネアの上でこう構えてる状態、まあ、これがあの基本ポジションとして定めて練習をすることが多いと思うし、特にまあ練習パッドとかで練習するときも、まあ、基本こういうポジションなんですけど、そう、ただこうドラムセットってこうセットになると、なんかいろんなところに手が行くことになるんですね。こういろんなところに手が行くことになるので、ここにずっとこの手があることに慣れてしまうと、他の場所に行った時にここにすぐ戻ってこようとしちゃったりするんですよ。そう、だから例えば、タカトコトコトコってこうタウン回しをするとしたら、なんかこっちにねこう吸い寄せられるというかね、こう体がこっちに向いたままタウン回しをしちゃったりとか、あとなんかこう16ビートでもなんかこうやってたらこう手がもつれてきて、なんかこう手順がよくわからん、まあ、基本的にずっとこの正面を向いたままやっちゃうっていうことは多かったりするんで、いろんなところに手を出すための今日は練習っていうのをやっていこうと思います。これをやるために、割と便利なのが、アクセントの練習の、タカタ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 タみたいな、なんかこういうボンプを3つで割ったタヌキ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 チーなんですけど、これを使って、ポジション練習をしてみます。で、まずはこれを、バスドラをキープした状態で叩けるようにしてみてください。まずはこういう感じですね。こうの、右手のアクセントをフロアタム、左手のアクセントをハイタムに移動します。このこれをっていう感じですね。さらにステップ2としては、今このスネアのポジションでスタートしたんですけど、これをフロアとハイタムにスタートポジションを構えてアクセントをスネアにします。なのでさっきはこのポジションでこう移動したんですけど、このポジションでこっちに戻っていくような感じですね。こうで、この時に基本的に、さっきまではこうスネアの方にこう体を向いてたんですけど、基本的に次はねロータム側ですかね、こっちのクラッシュシンバルの方が正面に向く状態で、でこう構えるんですね。こうここがスタートポジションで、でこうこっちに戻っていくイメージ。これがステップ2で、ステップ3が、ハイハットに行ってみます。でハイハットの場合は目いっぱいハイハットの方に向く感じですね。スネアポジションだと大体、まあ、こういう感じですけど、ハイハットポジションだとさらにもっとこっちですね。こうでこの状態でさっきと同じようにタヌキ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 っていう感じですね。さらにもういろんな時行きます、ハイタムにいてみたりとかフロアタム行ってみたりとか、ポジションを構えてできるようにしておくと、フィルとかに結構手が出しやすくなるんですね。今みたいな感じのフレーズが、例えば8ビートに使われるとしたら、
が出しやすくなってくると思うので、まずはこの33334のこのスネアのアクセントフレーズ、このまずはここをポジションにして、なんか縦横無尽に行ってみる練習っていうのもいいですよね。こうとか、あとポジションをさらにこのスネアのポジションを他の場所に変えると、みたいな感じでこういろんなところでこうできるようにしておく。そんな感じで、このポジション調整をね、ぜひやってみると、まあ、フィルにこう手が出しやすくなってくるんじゃないかなと思うので、まあ、ぜひねこう練習の一つとして試してみてください。はい、本日もありがとうございました。さよなら。